video diary, October the 31st, 2020, by Hiroshi Hayashi, MMS City, Japan. Video 日誌2020年10月31日、林博史です。こんにちは。昨日と言いますか、少し前こんな話をしました。つまり宇宙には大きい小さいという概念はないということですね。つまり大きいとか小さいとかいう場合にはですね、何か基準となる尺度があってですね、それに比較して大きい、それに比較して小さいということなんですね。例えば知的生命体というものを取り上げてみたときにですね、例えばこの宇宙には、まあ、他にね知的生命体がいるわけですけども、その知的生命体の人たちがですね、人間と同じ大きさということは、これは確率論的にありえないわけです。つまり人間より大きいか、この地球人ですよね、私たちより大きいか、あるいは私たち人間より小さいかということなんですね。でその時にですね、さらに話を一歩進めるとですね、まあ、仮に人間を基準にすれば、ある知的生命体の方たちは身長が3メートルあると、すると人間の私たちは大きいという判断を下すわけですよね。ところがある知的生命体の方たちは身長が1メートル20センチしかないと、そういう人たちを人間を基準にして私たちは小さいというわけですよね。まあ、しかし3メートルにしてもですね、1メートル20センチにしてもですよ、それは誤差、エラーの範囲なんですよね。一歩視点を上に上げてですね、宇宙から見ると、まあ3メートルの人もですね、1メートル60の人も、あるいは1メートル20センチの人もですね、何も違わないということですよね。ある幅の中に入っているイコールエラーの範囲ということになるわけです。じゃあ人間より大きい人っていうのはどこまで言うのかってことになりますと、まあそれは例えばですよ、身長が100メートル1000メートルあったところでおかしくないわけです。逆にですね、身長が10センチあるいは1センチ1ミリであったところで、これまたおかしくないわけです。つまり大きい小さいという概念はですね、地球の、まあ、この地球にですね住む私たちを基準にして考えたところで意味はないし、まあ、それが標準でもないということですね。で私はですね、まあ、昨日こんなことを考えたんですよ。まあ、いろんなこの異星人がこの地球へ来ているということはもうこれ間違いないわけですけども、間違いありませんよ。私の部屋にですスラム、まあ、来ましたからね。まあ、それはそれなんですけども、今日のテーマじゃありませんからね。じゃあその異星人というものを考えたときにですね、これはあくまでも今の段階では仮説ということになりますけども、例えばアヌオ以下ね、私たちの神ですよね。延期にしろ、まあ、エンディルにしろ、イナンナにしろ、シャマーシュにしろ、さらにその、まあ、いろいろな神がいるわけですけども、アヌオにしろですね、ひょっとしたら、ひょっとしてですよ、ひょっとしたらですよ、あくまでも仮説なんですけども、身長がですね、身長が、背の高さがですね、私たちが思っているよりも、思っているよりもはるかに小さいんじゃないかというふうに考え始めています。あくまでも仮説です。で例えばですね、長野県茅野市にはですね、まあ、仮面の女神とかね、縄文ヴィーナスとかという、まあ、2つの極めて重要な、まあ、日本の古代史においてもですね、極めて重要な土偶が見つかってますね。であの2つを比べてみても身長がほぼ同じなんですよね。はい、でしかもその作り方が極めて精緻であり、まあ、その完成度も極めて高いということなんですよね。でそれを考えるとですね、ひょっとしたらひょっとしてあの、まあ、その仮面のヴィーナス、私はそれは仮面じゃない、縄文ヴィーナスですね、ごめんなさい、縄文ヴィーナスは、まあ、イナンナである
っていう証明を私はしました。イナンナですよね、いわゆるシュメールの神イナンナなんですけども、イナンナであると判断しました。その証拠証明も繰り返し繰り返ししてきたわけですけども、ですからはあの、まあ、縄文、まあ、ごめんなさい、仮面、縄文ヴィーナスですね、縄文ヴィーナスと言われている、まあ、その土偶はですね、実はイナンナであるイコール等身大の神であるということになってきますと、イナンナという神はですね、ちょうどあの、まあ、土偶に表現されている背の高さではないのかなというふうに考えています。それからもう一人ですね、いわゆる仮面の女神ですよね、もう同じ、ほぼ、まあ、縄文ヴィーナスと同じほどなんですけども、仮面の、まあ、女神もですね、ほぼ同じぐらいイコール、まあ、いわゆる、まあ、アヌオ以下神々はですね、まあ、シュメールの神々というのはですね、背があの程度、まあ、人間から見るとですね、小さかったってことになるのではないのかなというふうに考えています。まあ、考え始めたわけですね。そんなこと言いますと、そんなに小さいのっていうふうに思われる方も多いと思いますけども、まあ私は小さくても大きくてもですよ、それはエラーの範囲ですから、まあ、人間と比較すると小さいなっていう感じがしますけども、ひょっとしたら身長がですね、30センチから40センチぐらいしかなかったんじゃないのかなっていうふうに考え始めていますね。じゃあそんな小さなね、アヌオイカ、アヌナキたちがですね、どうやって人間を支配したかということなんですけども、神として人間の上に、まあ、君臨したかということなんですけども、つまりは極めて高度なテクノロジーを持っていてですね、そして人間をして畏怖の念をですね、畏怖、まあ、恐れ多く思わせる念をですね、思わせるに足りるだけのテクノロジーと知恵と知能を持っていたということになるのではないでしょうかね。その証拠の一つとしてね、私あのローマの、ね、フィレンツェのメディチ家の玄関先にね、飾ってある大変奇妙な像があるわけです。その動画をこの後につなげておきますけどもね、あの像というのは大変、まあ、意味のある像ではないのかなというふうに考えています。というのはですね、大きなその、まあ、体ですよね、その中に首があるんですけども、その中からちょんとこうなんて言いますかね、奇妙な顔が覗いているわけです。で、その顔がですね、まあ、つまりはレプタリアン、まあ、俗に言うレプタリアン族ですよね。つまりラム族の、まあ、表情なんですよね。いわゆる、まあ、見た感じ、まあ、人間離れしているイコールトカゲのような感じがするわけです。ですからひょっとしたらそのもともとね、アヌナキ以下アヌ王たち、まあ、いわゆるニビルから来ている人たちはですね、身長がその程度しかなかったんじゃないのかなというふうに考えています。まあそんなこと言いますとね、いや人間より大きいっていうふうにね思われる方も多いと思いますけども、大きいことによるメリットっていうのはほとんどないんですよね。むしろ進化し知的生命体がですね、まあ、そのいるとしたら、私はどん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 小さくなっていく、いわゆるコンパクトになっていくということですよね。の方が、まあそのまあ、食料の問題であるとかね、居住空間の問題であるとか、いろいろあるわけですけども、小さければ小さいほど、いろんなメリットが大きいということですね。そして脳もですね、まあ、インテグレート、集約化されますから、まあ、いわゆるその凝縮されますからね、脳の中にを走る、まあ、その電気信号です。まあ、結局は電気信号なんですけどもね、いわゆるまあ脳がですね、いわゆる脳細胞が少なくなるという意味じゃないんですよ。脳そのものがよりコンパクトになればなるほど、まあ、知的能力もさらに倍化するということになるわけですね。まあ、例えばその大きな脳を持っている動物というのがいるわけですけども、その分だけ、まあ 電気信号の伝達ですよね。まあ、それは複雑な構造といいますかね、メカニズムを経て、まあ、脳の中でいろんな活動をしているわけですけども、その距離が短ければ距離、まあ、神経細胞、ね、の距離が短ければ短いほど、結局はその脳の伝達速度が速くなるといいますかね、その速くなるわけですよね。ですから行動思考も速くなるということになるわけです。まあ、そのことは例えばこの地球上においてもですね、まあ、巨大な動物、例えばゾウだとかね、まあ、クジラとか、まあ、そういう動物がいるわけですけども、大きいがゆえにやはり どこかね脳の
働きが、まあ、何の脳の働きかどうか別にして、その動きですよね、その脳から伝えられる信号に、まあ、電気信号を伝えてね、それが、まあ、あの細胞に命令を下して、そして細胞が筋肉を動かすわけですけども、その動きがですね、大きければ大きいほど結局はあの能力になるわけですよね、動きがね。ですから逆に動物でも小さければ小さいほど動き判断力が素晴らしいということになるわけですよね。例えば、まあ、小鳥なんか見ているとですね、大変こう、まあ、なんて言いますか、判断力が早いと言いますかね、頭の回転が早いというような印象を持ちますよね。パッパッとこう行動して、パッ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 と次の行動を移って、またパッ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 と、まあ、いろんな行動をするわけですけども、その分だけ脳の、まあ、いわゆる集約化が進んでいるということになるわけですね。まあ、その脳細胞が少ないがゆえに、まあ、知的な意味ではね、人間によりも劣るかもしれませんけども、しかしその方が効率よく、まあ、生き延びられるということになるわけですね。まあ、話しとりましたけども、要するに、まあ、小型化する、コンパクト化するということはですね、ある意味で知的生命体の、まあ、進化系ではないかということになるわけです。じゃあ大きくなるのはどうなのか、まあ、現代人というのはどん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 大きくなっているような印象を持ちますけどもね、それは例えば食料事情が良くなったとかね、栄養事情が良くなったかだということによって、まあ、目いっぱい、ね、精いっぱい、いわゆる、まあ、生命体がですね、大きくなっているだけの現象でしたね。しかし例えば1万年10万年という単位で見た場合には、例えば小さくなればなるほど、まあ、その効率が良いということにもなってくるのではないのかなというふうに考えましてね、つまり私が思うところですね、あの王たち、あの亡きたちはですね、つまりあの異星人たちは小さいんじゃないかということを考え始めています。まあ、例えばドゴン族のね、インストラクターティーチャー、いわゆるシリウスから来たと言われている神にしてもですね、やっぱり小さいんですよね。ですから、まあ、一説には大きくなって、一説って言いますか、印象的には大きくなったような印象を持ちますけども、小さいわけです。まあ、例えばその半身半身であったと思われる、例えばキングツタンカーメンですよね。ツタンカーメンを家族にしても小さいんですよね。ですから一般的に、まあ、そういう、まあ、神々というのは基本的には小さかったんだということになるわけです。ただデミゴッドって言いますからね、神と人間の間に、まあ、なってますか、半分ね、人間、まあ、地球のいわゆる地球生命体の中にね、まあ、ある意味で遺伝子が組み込まれてですね、半分神で半分人間、いわゆる、まあ、その神と人間の間にいてですね、人間支配の、まあ、任務を担っていたのがデミゴッドということになるわけですけども、その人たちは大きいんですよね。それこそ2メートル以上あってっていう感じで3メートル近くあったということも十分考えられますけどもね。しかし、まあ、その神、その上の神というのは背が低かったんじゃないのかなというふうに、まあ、ちょっとね考え始めています。で、まあ、そこでね最初の話に戻りますけども、大きい小さいということになってくるとですね、なぜこの小さいことにこだわるかというとですね、これは私の、まあ、経験からしてですね、経験の中でね、まあ、例えばこの2020年の4月14日のあの私の部屋を飛び回ったねUFO、 あるいは2020年の10月24日にやっぱり同じように私の部屋で飛び回った UFO と私が判断している物体はですね、小さいんですね。でさらに、まあ、4月14日の物体というのは直径が1ミリから2ミリなんですけども、よく見ると画面によってはですね、そのコックピットのようなところがあるような物体が飛んでるんですよね。それが大きさが1ミリから2ミリですから、あれがもしね宇宙船、いわゆるクラフトであるとするならば、それを操縦している、まあET、エイリアン、まあ、人間じゃありませんよね、は極めて小さい人たちだということになるわけです。なんせね、1ミリの人たちですからね、まあ、1ミリから2ミリのクラフトを操縦している人たちですからね、まあ、どうやって付き合ったらいいんだろうなんて考えているとね、楽しいと同時に何かしら気が遠くなるか感じがします。そしてですね、2020年の10月24日に、まあ、私の部屋にやっぱり飛び回った、まあ、UFO と判断して良いものがあるわけです。それはあの動画で、ね、発表していますから、またそれをご覧になっていただければいいんですけども、小さいんですよね。そしてその一見ひら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 と飛んでる感じですけども、よくもうスローにしてです、まあ、よく見るとって言いますかね、速度を落として10分の1スローにしてみるわけですけども、非常に遅いと同時に、遅いというかそのごめんなさい、遅くしてみると非常にひらひら飛んでいるんだけども、しかしその飛び方がですね、回転をしたりくるくる回ったりしながらも、それなりになんて言いますかね、何かしらこう操縦されているという感じがするんですよね。そうしますと今度は
時間の感覚っていうのも人間中心に考えていけないんじゃないかってことで、まあ、今日の話に入ってくるわけですけども、私たちは1秒例えばねっていうふうに、まあ、1秒の感覚を、まあ、見ているわけですけども、他の生命体によってはですね、その私たちが言う人間の1秒の感覚の中でですね、ひょっとしたら人間が言うところの1分分、場合によっては10分分の長さの時間を過ごしている可能性も、これまた出てくるわけですよね。というのは、その私たちが言う時間の感覚っていうのは脳の CPU の問題ですからね、すべてがその時間の尺度で動いてますから、それを1秒を1秒として生きてますけども、まあ、時間っていうものをね考えるときにおいてはですね、人間の1秒が例えば ET の1秒で当たるとはこれは限らないわけです。例えばその1秒というものをですね60秒の長さにして生きている、まあ、その可能性も出てきたわけですよね。というのは、まあ、2020年の10月24日の、まあ、私のデスクの下あたりをですね動き回ったその物体を見ているとですね、まあ、いわゆる早いんですよ。まあ、その人間のそのまあ、肉眼って言いますか、目で見てる感じではですね、ヒュル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 って感じで行ってしまうんですよね。ところがそれを10分の1スローにして、さらに100分の1にできたら今度してみようと思うんですけども、まさになんて言いますかね、 UFO が、まあ、私たちの言うところのですねヘリコプター、飛行機がですね、まあ、その飛ぶような感じでスーッと、まあ、右回転ぐーおもかじいっぱいなんていうかどうか知りませんけどもね、そんな感じでそのゆっくりと楽しそうにこう、まあ、その部屋の中を飛んでる感じがするんですよね。となりますと、もしそれがですね ET が操縦している乗り物であるとするならばですよ、僕らは大変ゆっくりと飛んでいるということになるわけですよね。しかしそれは可能なのかということなんですけども、逆にですよ、こんなことも考えられるわけです。身長が1000メートルの、まあ、例えば知的生命体がある惑星にいたとしますよね。身長が1000メートルですよ、富士山の3分の1なんですよ。でその生命体がですね、まあ、私たちと同じように生活しているわけですけどもね、さあこれそろそろ 夕飯の支度を手伝わなくちゃいけないななんとかね、まあ、そんなふうに考えて重い腰を上げてゆっくりと歩き始めたとしますわね。よしよしよしと歩いていくわけです、まあ、人間と変わらない生活をしているわけですけども、その生命体をですねこの地球からですよ、まあ、そんな望遠鏡ないにしても望遠鏡でそれを見ていたとしますよね。それが、まあ、ある、まあ 惑星に住んでいる身としましょうね、身長1000メートルですよ。皆さん楽しいですね。おそらく人間とは違ったメカニズム、あるいは構成、人間はね、まあ、あの炭素を中心にした生命体ですけども、例えばケイ素、岩ですよね、岩を、まあ、例えば中心にした生命体であって、その身長が1000メートル、1000メートル超えますとね、やっぱりあの普通 の, そ の, この人間の骨のような、まあ、肉体のようなあの構造では、まあ、支えきれませんからね、肉体を。ですから、まあ、岩のような生命体、まあ、人間から見るとね 岩そのものなんですけどもね、その生命体がその宇宙のどこかにいて、惑星に住んでいて、そして地球からですね私たち人間が望遠鏡で見ているとですね、これまた奇妙な、まあ、いわゆる様子が見られるんじゃないのかなと思いますね。というのはどういうことかというと、人間がその今ですねリアルタイムでその、まあ、身長が1000メートルの生命体を見ているとですね、なんとですね指を1本動かすのに15分、人間の時間でですよ、地球人の時間で指をゆっくりと動かすだけで15分かかるわけですよ。例えばですよ、そして起き上がるだけで28時間かかるわけです。よいしょって起き上がるだけでね、そして1歩歩くだけで、まあどうなんでしょうか、10時間かかると。そして10歩歩いていくだけで 100時間かかるってことになるわけですね。そうしますと、この地球の私たち人間からその生命体を見ているとですね、のろくてのろくて、これもどうしようもないわけですよね。何やってるんだってことになりますと、つまりしかしその身長生命体の人たち、身長がですね1000メートルある、まあ、その知的生命体の人たちはですね、つまりまあ人間が言うところの1秒という、まあ、時間で、まあ、見たときにですね、その身長1000メートルの人たちにとっての1秒はですね、地球人が考える1秒よりも
10倍も100倍もひょっとしたら1000倍も長いんじゃないかということになるわけです。つまりその、身長が1000メートル、わかりますかね、どっかの惑星に身長1000メートルの生命体の人が住んでいるわけですよね。そしてその1000メートルの人たちが持っている時計を見ているとですね、つまり、まあ、人間が1秒、しかし身長1000メートルの人たちが持っている時計はですね、カチッと言ってからですね、次のカチッになるまで、まあ、気が遠くなるほど待ってなくちゃいけないわけですよ。まだかな、まだかな、まだだな、まだな。そしてやっとね、10分あるいは1時間ぐらい経ってからカッチッとなるわけです。しかしそれがその身長1000メートルの人たちの1秒なんですよね、まあ、それで十分役に立つわけです。で、裏を返しているとですね、今度逆に考えますと、身長1ミリの人たちが持っている時計を見ているとですね、人間がカッチカッチの間にですね、なんと1000回秒を打つわけです。その時計ではね、まあ、1000回、100回、まあ、それぐらいでいいわけです。まあ、1000回って言いますとまた気が遠くなりますから、まあ、100回程度にしていきましょうね。あまり極端に考えますとね、こういう問題っていうのは本当に気が遠くなりますからね。ですから私の部屋を飛び回ったその UFO っていうのはですね、動きが極めて速いわけですよね。ですからそれを操縦している、まあ、エイリアンたちはですね、時計を持っているわけですけども、その時計というのはですね、まあ、例えばですよ、人間は私たち人間の時計はカッチカッチカッチピンピンピンポーンって動いてるわけですね。ところがその直径が1ミリの UFO を操縦しているエイリアンたちが持っている時計はですね、どんな時計かと言いますと、まあ人間から見るとですよ、パリ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 、こういう1秒なんですよ。パリ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 1分、パリ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 2分、パリ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 3分、パリパリパリ4分って、こういうぐらいの速さで進んでるわけですよね。つまり相対性理論ということになるわけです。となりますと、この時間の1秒というのも、人間が人間のために作った人間の1秒というのは人間の1秒であってですね、これは宇宙、まあ、宇宙の時間というのは決まっているわけですけども、それはまああるわけですけどもね、絶対的な時間というのはあるわけですけども、その1秒というものを理解するときにおいてはですね、いわゆるまあ ET たちが持っている1秒と、それから私たちは人間が持っている1秒と、それから身長が1000メートルの生命体が持っている1秒とは、基本的に使い方が違うということですよね。そういうふうに考えてきますと、例えば人間はですね、1年を生き、10年を生き、80年を生きるわけですけども、その時間はあくまでも人間の基準、人間を基準にした時間というわけになるわけですね。ところが、ET がいてですね、例えばその ET も、同じように人間と人間の時間で80年生きるとしたらですね、例えばその ET にとってはですよ、1秒というのがですね、まあ人間の100倍の密度で生きてるわけですからね、例えばね。ですからそのなんて言いますか、人間の100倍、つまり8000年生きるのと同じぐらいの密度、濃密な人生を送っているということになるわけですよね。ですからまあ、その ET がですね、連絡取り合ってですね、君たちは寿命どれくらい、人間の皆さんの時間の80年ですよ、じゃあ僕たちと同じじゃないの、いえいえいえ、密度が違いますから、私たちはあなたたちが1秒生きる間に私たちはその100倍の密度で生活してますから、そうじゃありませんよって言われても、人間はね、なかなかそれを理解できない。まあまあかなりね、 SF 的な話になってきましたけども、楽しいですね。じゃあ逆に今度はですね、身長が1000メートルの岩でできた、まさに岩なんですけどもね、人間から見ると岩人間、岩窟、ロック人間になるわけですけども、そのロック人間の人たちに向かってですね、あなたたち呪いですね、そんなことしたら気が遠くなって、あなたがこれから食事に行くと言って部屋を出て、ね、食卓の椅子に座るのに、人間の時間で考えたら1年半、2年かかるんですけどね、と言ったとしますよね。するとその岩窟の人間がですね、これまた話すのも長いでしょうね、人間はこんにちはって言うんですけども、岩窟人間の場合はこんにちはって聞こえるでしょうね、人間には。もっとゆっくりかもしれませんよ。しかし岩窟人間にしてみればですね、こんにちはって言ったつもりでいるかもしれませんよね。逆に今度は身長が1ミリの
生命体にしてみればですね、人間がこんにちはって声をかけると向こうの人にとってはまだらっこくて聞いておられないでしょうね。まあ人間が喋る言葉っていうのはのんびりしててどうしようもないね、こんに、実際の周波数が低いですからこんにちはって聞こえるわけですよね。で身長1ミリの、まあ、その知的生命体の人がですね、人間に向かってこんにちはと言っても人間は聞き取れないでしょうね、早すぎて。それ何で喋ったかというとですね、こんにちは、これから人間の皆さんは夕ご飯を食べるんですね、夕ご飯は美味しいですよ、美味しい、まあ、分かりませんけどね、まあ、そういう感じで喋るわけですよね。それのところが、まあ、それをですね、知的生命体の1ミリの知的生命体の人たちはですね、なんと人間の時間で 0.5 秒ぐらいで言ってしまうわけですよね。それも、かなりの会話をこなしているわけです。そうしますとここでですね、どうやってコミュニケーションを取るかという問題が出てくるわけです。つまり身長が1ミリのその知的生命体の ET とですね、そして私たち人間とどうやってコミュニケーションを取るか、逆に今度は私たち人間と、まあ、今度はね、身長が1000メートルの知的生命体の人たちとどうやってコミュニケーションを取るかという問題が出てくるわけですよね。まあ、人間がその中間にいるというわけじゃないんですよ。あくまでも何て言いますかね、冒頭で言いましたように大きい小さいというのは人間をまあ基準にした、まあね、ものの考え方ですから話にならないわけですよね。話にならないということは結局は噛み合わないということですよ。ですから私が人間がですね、見上げれば空は高くなって歌いますよね。ところが身長1ミリの、まあ、ET にしてみればですね、まあ、まだらっこくて聞いておれないわけですよね。それもかなわんですよ。ところが今度身長1ミリの人がですね、サラスバルサバルサバリを歌ってくれたとしますよね。もうそれでおしまいですよ。それでサラバースバルよまで、まあ、歌った感じで終わってるわけですよね。話がくどくなりましたけども、なかなかこの問題は理解できない問題ですから、皆さんに しつこくね、まあ、じっくりと聞いていただいているわけですけども、要するにそういうことなんですよね。つまりその大きい小さいという問題のその向こうにはですね、つまりは今度は時間の問題も絡んできますし、さらにと、まあ、時計で説明すると、まあ、またそれも絡んできますし、今度は寿命という問題も絡んでくるわけですよね。まあ、簡単に言えば、分かりやすく言えばですね、現実の問題として、例えば私がで、まあ、よく時々感じるんですけどもね、あの蜂ブーンと飛んできてね、パッと降りてサササッと行動してパッ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 と飛んできますね。まあ、人間から見ると素晴らしいですね。 2,3 メートルの高さだったらヒュッと上がってしまいますからね。自分の身長の1000倍分ぐらいはポンと飛んでいってしまいますからね。人間そんなことできませんからね。身長の先輩って言いますと、ね、それこそ富士山のね、3分の1ぐらいを瞬時に飛んで降りていって餌取ってきて、また瞬時に自分の巣に戻ってくるということを繰り返すわけですけども、その蜂にしてもですね、あの極めてあの蜂っていうのはあの寿命が短いんですよ。あのご存知ですか。そんな1年も生きないんですよね。数ヶ月じゃなかったかな、ちょっとその辺は不確かですけども、要するにしかし生きてる密度が濃いですからね。ですからどういうことになるかというと ですね、仮に蜂はですね、寿命が例えばですよ、6ヶ月としてもですね、人間の例えば20倍のミストで生きてたとするとですね、人間の10年分の生活はしているということになるわけですよね。もちろんその間に恋愛もしてですね、まあはい、いろんなことをするんですけども、十分なってますかね、人生を楽しんでいるということになるわけです。まあ、こうして、まあ、その生命体それもそれぞれがですね、それぞれの基準で動いているということですよね。ですから人間の時間基準で考えてですね、え、神様800年も生きるの、いいなというふうに考えるかもしれませんけれども、その800年という時間はですね、まあ、人間の基準に当てはめますと
例えばですね、数万年になるということですね。そうして考えますと、あのゼカリア・シッチンの、ね、地球年代史の中でね、今から40万年前なんて言いますけども、その40万という数字はですね、まあ、人間を基準した数字ではなくてですね、もっと別の尺度で、まあ、考えた寿命ということに、あるいは年月ということにもなりますしね。まあ、要するにそのあたりがですね、つまりは人間を基準にしてものを考えていると、まあ、わけがわからなくなるってことになってくるわけですよね。つまり神々の世界には、あるいは ET の世界にはですね、別の時間の尺度基準があるということですね。ですから、まあ、人間の何万倍も長く生きている可能性があるっていうふうに考えていくとですね、まあ、さてさてさて気が遠くなりますけども、はい、難しい話でもないんですよね。つまりこれは私たち自身の人生の問題へと結びついてくるわけです。まあ、ここで一度ね、その SF っぽい話は一回止めますけどもね、要するに人間が生きる寿命というのはですね、密度によって決まるという話へとつながってくるんじゃないでしょうか。例えばですね、一日一仕事、実はですね、この言葉はですね、旧国鉄の方から聞いた話なんですよ。でこれはその国鉄の方がどうこうということではなくてですね、私の隣人、もう亡くなって20年近くになるわけですけども、私がここに引っ越してきてからですね、もう 1,2 年で、まあ、土地を買って隣の隣人となられた方がいらっしゃるわけですけども、その方はですね、こう教えてくれましたね。その方がですね、こう教えてくれたんですよ。林さん、私たち国鉄の職員はね、1日2仕事なんですよ。それ以上はしませんよってことをおっしゃったんですね。1日2仕事っていうのはどういうことかっていうとですね、まあ、ちょうど国鉄のね、ちょうど浜松っていうところはですね、修理工場があるんですよ。東海道のね、東海道の中でもちょうど東京と大阪の、まあ、中央に中心にあるという意味もあるでしょうけどもね、まあ、新幹線の修理工場があります。まあ、今でもありますよ。でそこへね、新幹線が修理で入ってくるんですよ。1日2仕事っていうことはどういうことかというと、午前中に1車両、午後に1車両、それ以上仕事が来てもやらない、しない。というのは安全点検をするわけですけどもね。でその方、R さんの仕事はどういう仕事かというとですね、その16両編成の新幹線をですね、ぐるっと先頭から一番後ろまで行って、今度は U ターンして、今度は右側の車輪を調べていくわけですけども、その時に金槌でその、まあ、車輪を叩いていくわけですよ。カン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 と叩いていくわけですよね。まあ、その辺のあたりのことは詳しく聞いたんですけども、そうしますとね、ひび割れが入ってる車輪とかね、まあ、何か異常がある車輪っていうのは音が違うんだそうですね。でそれを耳で聞き分けて、カン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 ゲン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 、あ、この車輪はひび割れがあるぞっていう感じで、その車輪については、まあ、その修理ってことになるわけですよね。まあ、新幹線ですからね、車輪のひび割れ甘く見ちゃいけませんよ。そんなのがありますとね、その仮に車輪が走行中に割れたりしますとね、大事故になりますからね。ですから、まあ、極めて重要な仕事であることは私は疑いません。そうだと思います。またその方がですね、教えてくださったことは重要なことだと思います。でそれを1車両見るわけですよね。でそして1往復して午前中の仕事はおしまい。それ以上新幹線が入ってきてもしない。たくさんやればやるほどね、仕事が粗雑になる、安全点検がおろそかになる、危険につながる、大事故につながるということですから、それはそれで、まあ、合理性があるわけです。そして午後1車両でおしまい。で何物事もなければですね、あとは詰め所に、まあ、入ってですね、まあ、はい、時間を潰すってわけです。だいたい点検っていうのは 3,40 分で済むんだってことも聞いてます。ぐーっと行ってね、帰ってきて重複するのに 3,40、まあ、新幹線長いですからね、 1キロ前後ありますからね。ですから、まあ、そんなものかなというふうに考えるわけですけども、まあ、長い新幹線ですけども、車輪をコン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 と叩いていくってわけですよね。そうしますと、その仕事の密度ってことになりますと、まあ、私から見ると、まあ、極めて緩やかだなというふうに思うわけですよね。
で仕事の密度ということになりますと、今度は私の仕事ということになりますけども、まあ、ひょっとしたらね、今から5年前6年前の私の仕事の量密度と比べると今はもう10倍近くに跳ね上がってますね。自分でそう思います。例えば今から5、6年前、7、8年前にはですね、1本の動画作るのに1日終わりましたね。それはまだ慣れもありますし、容量も悪かったし、パソコンの性能も悪かったということもあるわけですけども、1日1本が、まあ、その当時ね、まあ、今から7、8年前にはまだ仕事がありましたからね、塾の仕事がありましたから、もうどうしてもその限界というものがあったわけですけども、ともかくも1日1本の動画作りというのが限界なんですよね。ところが今やる気になれば1日2、30本は出せるんですよ。まあ、編集し直してね、まあ、コンピューターの性能も良くなりました。しかし現実問題としてね、そんなに出したところで意味がありませんので、1日まあ 5本前後で、ノルマは一応3本から5本って決めていますけども、まあ、5本を前後に引っ止めて、まあ、動画を出しているわけですけども、その考え方を、まあ、いわゆる密度に例えるならばですね、 今の私は5、6年前、7、8年前の5倍の密度の人生を送っているってことにもなるわけですよね。そうしますと今度は時間というものの使い方の問題になってくるわけですけども、まあ、皆さんはですね、どんなふうにして時間を過ごしていらっしゃるか分かりませんけども、要するに人生の長さというのはですね、今度は密度の問題と絡んでくるわけです。つまり5倍密度の濃い人生を送ればですよ、5倍密度の濃い人生を送れば、同じ、まあ、1日がですね、5日分になるわけです。でしょ？で、同じ1年が5年分になるわけですよね。そうしますと、先ほど言いましたね、身長1ミリの生命体の方がですよ、まあ、私たちの人間の60倍の密度を生きてたとするとですね、同じこの宇宙の1年という時間がですね、私人間にとっては1年だけども、その ET たちに、まあ、小さい ET たちにとっては、まあ、10倍生きたとする、まあ、10倍、60倍で見るわけですけども、まあ、少なく、まあ、見てですね、1年10倍の密度で生きていらっしゃるとするならば、人間の持つ1年というのは ET にとっては10年になるわけですよね。しかし私たちが持っている10年という感覚は、身長1000メートルの人たちにしてみればですね、まあ気が遠くなるほど長くなる。その分だけ、まあ、人間の時間で見るとですね、その1年のその生命体の人たちはですね、つまり1億年分ぐらい生きるってことになるかもしれませんね。まあそんな生命体がいるか、そんなのいないよ、絶対いない。体が岩石でできていてね、そして人間時間でね、寿命が10億年だなんて、そんな生命体いるわけないじゃないかって考えられるかもしれませんけども、ひょっとしたらひょっとしてですよ、この地球という惑星そのものがですね、巨大な生命体である可能性もこれまた出てくるわけですよね。ちょっと腹がかゆいな、ちょっと書いてみるか、ガリガリガリ、まあ、もちろん、ね、指があって書くわけじゃありませんけども、ちょっとかゆいなと思った時に腹をクッと動かしたと、それが実はこの地球の大地震へとつながっていくということも、まあ、楽しい話とつながっていくわけですけどもね。なんせケイ素でできている生命体の方たちですからね、元素ですから、岩石ですからね、まあ、そういう感じで、まあ、日々が過ぎていくということも考えられるわけです。まあ、人間が言うような指ではないかもしれない、人間が言うような目ではないかもしれない、しかし、まあ、そういう生命体ですから、まあね、何かの形で物を見感じているのかもしれませんよね。って話を戻しますと、じゃあもっとね、分かりやすい話のいいですよね。まあ、こういう SF 的な話というのは楽しいと同時に苦手な方には分かりにくい話になりますけどもね。で、話を私たち人間に戻すとですね、つまり私たちは長生きしたい、永遠に生きたい、ね、あと5年しかないのか、ね、あと2年で後期高齢者、そしてあと、ね、8年で平均余命もおしまいって感じで、まあ、時間が迫ってきていますけども、さてさてさて、仮にね、運が良ければ私もあと8年は生きられる、7年は生きられるのかな、まあ80歳でね、まあ、運が良くて、まあ、この世から消えるわけですけどもね。
まあ、その8年という時間をですね、まあ、7年ですね、ごめんなさい、7年という時間をどう生きるかということになりますけども、仮にですよ、密度を2倍にすれば16年ってことになるんですね。これね、3倍にすれば20、まあね、何年かになるわけですけどもね。ですから生き方の問題と絵とつながっていくわけです。逆にですよ、逆にこう言ったら大変失礼なことになりますけども、あれ、自分自身のことについて言えばですね、あと10年ぐらいで、まあね、頭がね、はい、動きが大変鈍くなってしまってですね、どこかの特養に入ってですね、朝起きてテレビの前に座らされて、テレビはガン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 大きな音になっていて、昼間は眠らないように、まあそのようにしつけられて、そして昼ご飯を待って、そして週 2,3 回は大きな風呂に入れてもらって、洗ってもらって、そして夕食を食べて、そして夜ベッドの上に寝させられて、そして電気は消されて、はい、そして一日が終わって、そして朝起きるとまた車椅子の上に座らされて、大きな部屋に連れて行かれて、そしてガン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 とテレビを見せられて、そして昼になって、そして昼ご飯食べて、しかし食べたことを忘れたから、飯はまだか、1時間でも2時間でも同じ言葉を叫び続けて、そして夜になって、そしてまた電気を消されて、そして眠って、そして夢を見て、朝になって、そして朝になるとヘルパーの人が来て声をかけて、林さん、明日からか今日から11月ですよ、目を覚ましてください、その声を聞いて返事をするわけです、おはようございます、となったらですね、はい、密度が緩くなるわけですからね、1年を1日にして生きる、2年を2日にして生きるということになってしまったらですよ、さてさてさて、寿命とは何かという問題へとつながっていくわけです。じゃあそれじゃあ寂しいですね。ですから、まあ逆に考えると、林浩司もやがてそうなるわけですけども、まあ矢をなしにそうなるわけですけどもね、そうなってはいけないから、まあなんとかね、密度を濃くして、そして1年を10年にしていけるんだ、2年をね20年にしていけるんだというような切迫感というのがやっぱり必要になってくるということになるのではないでしょうか。またそういうふうに生きることによってですね、まあ私あと寿命が1年かと思う、その寿命をですね10年分にしていくと、生きることもこれ可能だってことなんですよね。つまりは数字の問題ではないということになってくるわけです。つまりこうしてですね、自分の置かれた立場、時間というものを考えてですね、人生の生き方というものを定めていく、そしてまあともかくもね、トム・ソーヤが言ってるようにですね、トム・ソーヤ言ってますかね、マーク・トウェインが言ってるように、つまり今日の自分がですね、昨日の自分と同じことをしているように感じたら、その時こそ自分を変えて、そして前向きに時間というものを攻撃的にね、生きていくってことが大切ではないのかなってなって話へとつながっていって、話がバラバラになりましたので、まあ今日はこの辺りで終わりますけども、要するにその大きい小さいという私たちが考えるその向こうにはですね、さらなる大きな大きな大きな大きいという言葉を使いたくないんですけどもね、今日はね、要するにその大きい小さいということを考える上においてはですね、私たちの生き様の問題とつながっていくということになるのではないでしょうか。まあ、その一つのとっかかりとしてね、小さな小さな生命体、大きな大きな生命体
というものを考えてですね、その中に私たち自身の生き方というものもこれまた考えられるということになるのではないでしょうか。ということで、今日はですね、このビデオダイアリーこれで終わります。ともかくね、ミストを濃くして時間を無駄にしないようにして、命を無駄にしないようにして、一瞬一秒をですね、大切に大切に生きていく。そして、その結果としてどうなるかそれは分かりませんけども、ともかくも今がその時ということになるわけです。皆さんもいろんな人生を送っていらっしゃると思いますけども、ともかくもその人生というものをですね、どういう意味にね、ミストを濃く生きていくかということも、これまた大きな問題ではないかと思います。そのミストの濃い人生のその先にですね、つまりは私たちが言うところの小さな小さな知識生命体の方たちの生き様というのも隠されているんじゃないのかなというふうに考えています。では今日はこれで失礼します。分かっていただけましたかね。はい。ということで、何かをね、考える。自分の生き方を、ね、考えて、その中から、教訓を導き出す一つの、ね、方法として、今日の、ね、私のビデオであれを聞いてくだされば嬉しいと思います。なかなかね、エイリアンの世界の話というのは奥が深いですね。というふうに理解していただければ嬉しいです。それでは皆さん、さようなら。バイ。As to the strange military trophies of the Medici sacristy, it writes that the two military trophies executed by Silvio Cassini, a close pupil of Michelangelo, were part of the early project for the decoration of the new sacristy, which was left unfinished in 1534 due to the latter's definitive move to Rome. メジチ家礼拝堂の門前にこんな像が飾られています。大変奇妙な像です。その像について増田恵子さんよりこんな報告が届いています。法隆寺にある侍像に激似の高さ80センチほどの像を2体をイタリア・フィレンツェ・メディチ家礼拝堂の入り口手前の廊下で見つけました。まるで礼拝堂を守る軍隊のように鎮座していました。ご検証くださいと。右は私林博氏がもう5年以上も前に法隆寺の目録の中から見つけた侍像です。大変よく似ています。増田恵子さんへ情報ありがとうございます。実はこの像の存在は知っていましたが、当時は出所が不明でしたので誰かのいたずらではないかと考え、またその範囲で私の動画の中で紹介していましたが、メジチ家礼拝堂と知り改めて驚いています。ダヴィンチもこの像のことを知っていたものと思われるからです。ありがとうございました。林博氏より。レオナルド・ダヴィンチなる画家がその下絵を描いたとされる The Battle of Angeli、アンギャリの戦いの絵です。この絵の中には無数のと言ってよいほど多くの隠し絵、騙し絵が
仕込んであります。その中の一つがこの男の顔ということになります。一見すると人間の顔のようにも見えますが、この顔の中にもやはり騙し絵、隠し絵が仕込んでありました。これは視聴者の一人の方がですね、指摘してくださったんですけども、この男の顔はですね、つまり法隆寺に残る侍像の顔にそっくりであるというのです。今赤枠をつけてみましたが、この部分を拡大し色をつけてみます。すると左上のような顔が浮かび上がってきます。つまりこれも隠し絵、騙し絵ということになります。そしてその顔がですね、右上の法隆寺に残る侍像の顔と一致しますが、ここまでだけなら偶然ということになりますが、左上のような像も見つかっています。そして今回増田恵子さんの方からですね、左上の像が根治死刑の礼拝堂の前にあったというのです。しかもこの像を作ったのがミケランジェロの弟子ということになります。ということはひょっとしたらダ・ヴィンチもこの像を見ていたということになります。そしてその像をですね、アンギャリの戦いの絵の中に描いた可能性もあるということになります。ともかくもこのような形でですね、メジチ家の礼拝堂の前の像とアンギャリの戦いの絵の中に隠し込まれたいわゆるレプタリアン像の顔と法隆寺に残る侍像の顔がつながりました。何かの関係があるのでしょうか、ないのでしょうか。ただ一つだけはっきりしていることはですね、これら三者は一様ですけども、少なくとも人間ではないということです。
As to the Battle of Angari, it is widely said as follows. Sometime around October 1503, Leonard was commissioned to paint the mural of the Battle of Angari for the Sala del Gran Consiglio, the recently rebuilt Great Council Hall of the Palazzo Vecchio in Florence, during the first years of the city's Republican government. An ambitious painting, Leonard used a type of plaster which he read about in a book by Pliny, with the unfortunate result that the work he had barely begun was irreparably ruined. Problems started as soon as Leonard placed his brush to the wall at 9 a.m. The weather turned bad, the sky opened, and it rained then on until nightfall. The sudden humidity liquefied the paste, holding the cartoon in position as Leonard lifted his hand to start work. The cartoon slid to the floor and tore. 1503年の10月頃のことだったと言われています。ダ・ヴィンチがフロレンスのプラゾ・ヴェッキオの広間を飾る絵画を制作し始めた時のこと。プリニーという人の本によれば、こんな事件があったそうです。午前9時ごろ、その日もダ・ヴィンチが絵画の制作に取り掛かろうとしていた時のことです。突然天候が悪くなり、空が裂け、夜になるまで雨が降り続き、その雨の湿気により、絵を支えていた漆喰がドロドロに溶けてしまったというのです。そのためその絵は、床に滑り落ち、裂けてしまったと。そんなわけで現在、ダ・ヴィンチが描いたとされるアンギャリの戦いの絵は残っていません。残っているのは別の画家たちがコピーしたコピー画ということになります。で、その中の一枚が今皆さんにご覧いただいているペトロ・パウロ・ルーベンスの描いたコピー画ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。調べれば調べるほど謎めいた絵、それがレオナルド・ダ・ヴィンチが原画を描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。この絵の中には無数のと言っても過言ではないほど多くの騙し絵、隠し絵が仕込まれています。500年間誰もそれに気がつきませんでした。そして最もよく知られているそのコピー画はあのペトロ・パウロ・ルーベンスの手によるものだと言われています。今皆さんがご覧いただいているのがそのコピー画ということになります。まず皆さんに気がついていただきたいのは向かって右側に書いてある竜です。ここに描かれているのは竜ということになります。注意深くご覧ください。そしてそれに対してですね、左下にはラム族、つまりサーペント族のエイリアンの顔が描かれています。一見すると若い兵士の顔に見えますが、下半分に着色してみるとその顔はラム族、つまりレプタリアン族のエイリアンの顔に変身します。つまり右側にサーペント族、左側にラム族を
廃したということになります。左下は法隆寺に所蔵されている侍像と呼ばれている像です。その顔と一致します。が、最もこの絵の中で重要なポイントはここにあります。矢印の部分に注意してください。馬の下敷きになり、一人の男性が倒れているのがわかります。頭からは血を流しています。が、これは血ではありません。降臨、つまり神の降臨を表しています。その隠し絵ということになります。逆さまにしてみるとそれがわかります。つまり血に見せかけた降臨ということになります。つまりここに描かれているのは神ということになりますが、この神の手の向かって右側、左手の甲には聖痕が正確に描かれています。つまりここに描かれているのは処刑された替え玉イエスということになります。 by 森本聡さんの発見です。全体として見ると、この絵は中央で2つに分かれ、つまりはサーペント族、竜族とラム族、つまりレプタリアン族の戦いの様子を表現したものだということになります。その証拠に中央の2頭の馬のような動物に注意してみてください。向かって右側の動物は、これは馬ということになります。がしかし向かって左側の動物は馬らしからぬ馬ということになります。顔、そして耳の表現の仕方に注意してください。向かって右側の動物は馬であるとしてもですね、左側の動物は何かということになりますが、レオナルド・ダ・ヴィンチは他方で奇妙な動物の絵をたくさん描き残しています。絵がやや不鮮明で見にくいですけども、馬らしからぬ馬ということになります。これは本当に馬なのでしょうか。まあ、絵がですね、不鮮明などで残念ですけども、どうもこの地球上にいる動物ではないように思われます。まあ、こうした絵もですね、レオナルド・ダ・ヴィンチは別の場所で描き残しているということです。まあ、こんな恐竜に似た動物も描き残しています。まあ、そうしたことも考え合わせるならばですね、向かって左側の動物はどうも馬ではないのではないかと私は判断しています。で、今日の動画のいよいよ本題ということになります。今矢印で示した向かって左側の人物に注意してください。結論を先に話します。この人物こそがイエス・キリストの自画像ということになります。そしてこの絵全体としてですね、まあ替え玉のイエスを踏み殺されたイエス、本物のイエスがですね、怒り狂って、まあ、右側にいるローマ軍およびラム族に抵抗している絵ということになります。それについてはこれから順に説明していきます。The Vigilant Citizen website writes about who Baphomet is as follows. Baphomet is an enigmatic goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century,to modern currents of occultism,
Baphomet never fails to create controversy. But where does Baphomet originate from, and most importantly, what is the true meaning of this symbolic figure? I, Hiroshi Hayashi, would like to claim here that Baphomet is Jesus Christ himself, most possibly created by Jesus himself after 1500 years in the Renaissance era. バフォメットとは誰なのか、議論が続いていますが、私、林博氏は、バフォメットはルネサンスの時代に現れた1500年後のイエス自身、あるいはそのシンボル的存在であると判断しています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から説明します。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代フリジアの神でした。そのサバジオスの手のひらに奇妙な動物が描かれています。この動物に注意してください。大きく拡大してみました。少しわかりにくいかもしれませんけども、同じ動物をレオナルドがアンギャリの戦いの絵の中に描いています。この赤い丸の部分です。この動物に注意してください。まあ大きな角と言いますかね。まあ巻いた角が表現されています。で、私はこの両者は同じと判断しました。注意深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。これは何なのでしょうか。一見すると羊のようにも見えますが、まあヤギということになりますね。あるいはこの地球には存在しない動物かもしれません。ともかくもこの両者、すなわちサバジオスの手のひらに書かれた、表現された動物と、それからアンギャリの戦いの中に書かれた動物が同じであるということです。そして同じ動物をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に書いています。至るところに書いてあります。これがその動物です。一見すると、カトリックのシンボルである羊のようにも見えますが、羊ではありませんね。つまり、ヤンに近い動物ということになります。これら三者は同じと、私、林博氏は判断しました。そしてそれが、バフォメットの顔へと繋がっているということです。一番右がバフォメットです。見るからに恐ろしい、形相の悪い、悪魔的な顔をしています。で、礼拝堂の天井画を反転していますと、まさしくこれら4者は同じということになります。で、下がバフォメットの、まあ、絵ということになります。このバフォメットの手に注意してください。手をよく見てください。薬指と小指を曲げて残り3本を立てています。これはまさしく、サバディオスの手ということになります。こうして、また、元に戻ります。そして同じ手を、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる、このイエスの手として表現されています。やはりイエスもサバディオスの手をしています。こうして、一貫性、一連性を持って、サバディオスの手、そして、ヤニ、それからバフォメットと繋がっていきます。つまり、ここに書かれているのはすべて1500年後のイエス、すなわち、ルネッサンスに現れたイエスの、イエスということになります。by 林博氏説です。これがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書いたとされるイエスです。サバジオスの手をしています。そしてそのサバジオスはバフォメットへと繋がっています。すなわち、バフォメットはイエス。自身であったということになります。
Baphomet! The king of Satan is a very awful look, goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century to modern current of occultism, Baphomet never fails to create controversy. But no one knows where Baphomet originate from and, most importantly, what the true meaning of this symbolic figure is. This video looks at the origins of Baphomet, the historic meaning of Baphomet, and who Baphomet is, and what Baphomet is. Baphomet、つまり悪魔の大王とは誰なのか、そして何なのか、その謎について考えてみます。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。今日の動画は内容が複雑ですから、最初に結論を話しておきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。このアンギャリの戦いの絵の中には、向かって左側に二人の人物が描かれています。大激怒しています。その人物の顔は、2000年前のイエスの顔と一致します。つまり、このような形でイエスが自らをこのアンギャリの戦いの中に描いたということになります。激怒しています。替え玉のイエスが図らずもローマ軍によって殺されたために激怒していると私、林博士は判断しています。そして、この人物の胸を見ていただきたいと思います。そこには、ヤギの頭をかたどった飾り物が飾ってあります。イエスの胸にそれが飾ってあります。これがバフォメットの基本形となりました。同じようなものがシスティーナ礼拝堂の天井に描かれています。ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。そして至るところに羊の絵が描いてありますが、これは羊ではありません。ヤギです。注意深くご覧ください。反転してみますと、まさしくバフォメットの姿になります。つまりこのような形で、1500年後のイエスはアンチマリア教、アンチローマンカトリック教の姿勢を明確にしました。そして右がイエスの胸に書かれているバフォメットの像です。そしてその像とバフォメットのシンボリックな像と一致します。これが皆さん事実です。では、順に説明していきます。世界最古のイエスの像と言われている像です。このイエスの向かって左側、右手に注意してください。イエスは薬指と小指を曲げ、残りの3本を立てています。親指と人差し指と中指を立てています。サバジオスの手です。サバジオスの手です。サバジオスというのは、古代トルコの中部の神でした。サバディオスの手です。右がサバディオスの手と言われているものです。指の間に蛇が絡んでいます。比較してみてください。つまり、イエスはサバディオスの手をこのように表現しているということになります。イエスの基本的なハンドジェスチャーということになります。で、サバディオスについて少し説明しておきます。サバジオスというのは、牧神の神である。父なる空の神、というと。で、ジオスというのは、デュース。そして、私たちがギリシャ神話で言う、ゼウスに通じているというのですね。そして、
フリジアンのサバジオスをサバジェフと表す。まあ、ゼウスというのはそこから来ているというわけです。馬にまたがった牧神の神です。そしてサバジオスの手はいろいろな形で表現されています。が、基本形は一つ。薬指と小指を曲げ、残りの三本を立てています。これがサバジオスの手です。そして指には蛇が絡んでいます。蛇とサバジオスは密接な関係にあるということになります。イエスはそのサバジオスの手をしているということになります。もう少しサバジオスについて話しておきます。これがサバジオスの像と言われているものです。向かって左側の右手に注意してください。サバジオスの手をしています。そして向かって左側には木があり、その木には蛇が絡んでいます。そしてサバジオスはフリジア帽をかぶっています。トルコ中部の古名です。ミトラもフリジア帽をかぶっています。つまり、イエスがサバジオスの手をしているということは、現在のローマンカトリックにとっては極めてまずいということになります。国教、ローマ国教となると同時に、カトリックは徹底的にミトラ教、そしてゾラスター教を悪魔教と位置づけて弾圧しています。左がサバジオスの手です。そして同じ手をイエス自身がしているということです。左の下の像はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた絵と言われています。それでは、バフォメットを紹介します。バフォメットの像です。バフォメットのハンドサインに注意してください。やはり同じように、薬指と小指を曲げ、三本の指を伸ばしています。バフォメットの像です。ほとんどがそうなっています。つまりこれがバフォメットの基本的なハンドジェスチャー、ハンドサインということになります。お腹には棒があり、蛇が絡んでいます。解体と創造という意味だそうです。で、左のようなマラナスの手をしたバフォメットも時々あります。マラナス、すなわち隠れユダヤ教の神道を表すシンボルマークです。そして右がサバディオスの手です。ブーグローが同じような像を、絵を描いています。ブーグローが描いた聖母子です。このイエスの両手に注意してください。同じように左にサバディオスの手、向かって右にマラヌスの手を表現しています。注意深くご覧ください。このマラヌスの手は、その後、イエズス会のシンボルマーク、そして、イルミナティのシンボルマークとなっています。同じ手が、バフォメットにも表現されているということに注意してください。人間は見かけで選んではいけません。同時に、神々は見かけで選んではいけません。あえて、このような姿にしたというところに、イエス自身の隠された意図があると、私、林博士は判断しています。そして、サバディオスの手です。イエスもその手をしています。岩窟の聖母の中の、向かって、左側の子供もやはり、このサバディオスのハンドサインをしています。注意深くご覧ください。このようにして、ハンドサインを通して、イエスとバフォメットがつながりました。もう一度繰り返します。バフォメットの手に注意してください。ソーブ、誘拐、そして、結合という意味ですね。一度私たちの常識を分解して、そしてもう一度組み立てろという意味に、私、林浩司は解釈していますが、それはあくまでも私の解釈です。バフォメットについては、このように説明されていますが、結論を先に言えば、どこに起源があるのか、未だに何も分かっていないということです。
いわゆるオカルトのシンボルとして使われているという程度ということになります。あるいは悪魔の大王、つまり The King of Satan として位置づけられています。が、本当にそう考え、また片付けてしまって良いものなのでしょうか。話を進める前に、外堀をいくつか埋めておかねばなりません。ルネサンスのもう一人の操り芸術家であったミケランジェロが作ったとされるペーター像です。このペーター像の向かって左側、イエスの右腕を見てください。人間にはないボコボコとしたコブが表現されています。このコブに注意してください。処刑されたイエスです。それと同じ腕がカッシナの戦いの向かって右側の下の人物に描かれています。足の皮をベロッと剥いで、そして頭には鼻冠をつけています。その人物の左腕と、この手を比較してみてください。正確に一致します。コブに注意して比較してみてください。すなわち、このような形でミケランジェロは左がイエスであり、そして右のカッシナの戦いの中に描かれているこの人物もイエスであるということを表現しました。左はイエスです。ですから、右もイエスということになります。そして同じ人物をダヴィンチなる画家が解剖図の中で描いています。コブに注意して比較してみてください。同じです。すなわち、このような形で、この三者は同じイエスであることを示しています。ペーター像の中のイエスがイエスですから、当然、右下のカシナの戦いの中に描かれているこの男性もイエスということになります。そしてこの人物に注意してください。この人物と中央の人物は同じです。それについての検証は他のところでしましたので、そちらをご覧になってください。すなわち、一番右がイエスですから中央もイエス。そして左もイエスということになります。これがイエス自身ということになります。もう一つ外堀を埋めておきます。ミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いです。ダヴィンチが描いたとされるアンギャリの戦いです。下を横伸ばししてみますと、構図そのものも大変よく似ています。そしてこの両者の絵の中には、たくさんの隠し文字、隠し絵が仕込まれています。上の絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。すなわち、イエス、復活、聖書という意味です。そして下には竜が隠し込まれ、そして足元には、処刑されたイエスが隠し絵として書かれています。そして775027から752という数字を取って、レオナルド・ダ・ヴィンチはその後の自分の死亡日と設定しました。これら両者の絵が描かれた時には、まだダ・ヴィンチは生きていました。すなわち、ダ・ヴィンチは自分の死亡日をこの数字に合わせて作ったということになります。すなわち、私たちが知っている1500年後のイエスは死んでいないということになります。そして、この赤い丸で囲んだ二人の人物を比べてみてください。同じです。つまり、アンギャリの戦いの絵の中に描かれている左二人の人物と、そして上のカッシナの戦いの中に描かれている右下の人物は同じ人物だということです。この称号もしてみました。違いがないという点でこの両者は同じです。そして一番右がイエスですから中央もイエス。そしてアンギャリの戦いの中に描かれているこの人物もイエスということになります。二つに分かれた鼻先、顎先、そして広い口、そして耳の下のコブ、大きく突き出た顎骨、鼻の形などに注意してください。違いがないという点で、この三者は同じ人物、すなわち、今から2000年前のイエスということになります。そうした絵を、レオナルド、そしてミケランジェロが人間との接点で、働いていたということになるのでしょうか。すなわち、これらは操り人形芸術家ということになります。そしてその上で君臨していたのが1500年後のイエスということになります。もう一度この二つの絵を比べてみてください。この二つの絵を描いたのは、実は1500年後のイエスということになります。今ご覧いただいているのは2000年前のイエス、そして右の方が
ベロッキャが書いたと言われているセントジェロームですけども、このセントジェロームこそが500年前のイエスということになります。この両者は違いがないという点で、同一人物、すなわち1500年後のイエスということになります。今から見れば500年前のイエスということになります。そのイエスがこうした絵を描いて、そして人間に自らのアジェンダを示したということになります。もう一度蝶のポイントを皆さんにご覧いただきたいと思います。これがダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。この絵についてもう少し説明しておきます。この下に馬に惹かれて、そして今生きたいようとしているのは、いわゆるプロキシー、替え玉のイエスということになります。それに対してイエスが激怒しています。両者を比べてみてください。両者は違いがないという点で同じであると私、林博士は判断しました。すなわち、アンギャリの戦いの中に描かれている人物はイエス自身であったということになります。もう一度、操り人形、いわゆるまあ替え玉ですね、のイエスについて話しておきます。一番左上が、これが2000年前のイエスの実像です。写真から起こした絵と林博士は判断しています。そして、右上がですね、これが1500年後のイエスということになります。そして、数々の作品を残しました。そして、その間でうごめいていたのが、操り人形芸術家ということになります。シノレッティとダヴィンチは、髭と鼻を除いて全く同じです。つまり、シノレッティの一人二役が、まあ、ダヴィンチであったということになります。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在したという証拠がどこにもないのです。そして、カッシナの戦いに戻ります。上がカッシナの戦い、下がアンギャリの戦いです。先ほど言いましたように、ここに描かれている二人の人物は、同じ人物だということです。そして、上の、いわゆる右下にいる人物がイエスですから、左下の人物も、イエスということになります。そして、これら人物は、顔においてですね、違いがないという点で、同一人物、すなわち、イエスということになります。もう一度しっかりと確認しておいてください。ここが今日の重要なポイントです。そして中央に描かれているのは1500年、いわゆるまあ後のですね、ルネサンス時代に現れた操り人形芸術家ということになります。これらの芸術家は自分で絵を描いたり彫刻を彫ったりはしていませんでした。ペーター像についてもそうです。そして、これが2000年前のイエス。そして、右が500年前のイエスということになります。こうした作品を残して、そして私たち人間に見せたということになります。処刑されたのは、替え玉のイエスということになります。そのことを、イエス自身が、このアンギャリの戦いの中で示しています。このイエスの頭からは血が流れ、そして手には聖痕が残っています。この人物の今、向かって左側のまあ、右側のですね、左手には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエスであると、1500年後のイエスは表現したということになります。それに対して、イエスが激怒して、そしてローマ軍に向かって戦っています。この馬に注意してください。向かって右は馬です。この地球にいる馬です。しかし向かって左にいるのは地球にいる動物ではありません。おそらく、1500年後のイエスがどこかからの惑星から連れてきた、動物と思われます。これは馬ではありません。つまり、この絵は二つに分かれているということです。右側の茶色い、黄色い部分が人間の世界。兵士はローマ軍のヘルメットをかぶり、そして左がブルーの部分がレプタリアン、すなわちラム族ということになります。そしてこの替え玉のイエスは人間側の馬に踏みつけられて今生きたいようとしています。つまりこのような形で、替え玉のイエスはローマ軍に殺されたということをこのアンギャリの絵は示しています。そして左に描かれている人物と、そして右のイエスとは顔が一致します。
ここが重要ですから、もう一度確認してください。違いがないという点で同じと判断します。顔というのはそういう風にして判断していきます。その時々において微妙に変化しますが、基本的には変化しません。その変化しないという部分が違いがないという表現になります。つまり左の人物はイエス自身であったということになります。皆さん、これがイエス自身ですよ。これが今日の最大のポイントということになります。これがイエス自身です。そして皆さんに冒頭でお見せしました結論ということになります。もう一度アンギャリの戦いのこの人物を見てください。ここに描かれているのはイエス自身だということです。イエス自身だということです。そして右下がイエスの実像ということになります。ここを確認してください。ここが重要です。イエスです。イエスです。イエスです。そしてアンギャリの戦いのこの向かって左側の人物の胸を見てください。イエス自身の胸に絵が飾ってある飾り物に注意してください。飾り物に注意してください。イエスの胸を飾っている飾り物に注意してください。そうです。ヤギの頭です。なぜイエスはこのような飾り物を胸につけているか、いたか。もう皆さんお分かりですね。すなわち、このヤギこそがイエスのシンボル的な動物ということになります。そして同じく1500年後のイエスはそのシンボルを羊に見せかけてシスティーナ礼拝堂の天井に描いたということになります。右はこれは羊ではありません。ヤギです。反転してみますと、それはまさしくバフォメットの姿となるのです。バフォメットの姿となります。そしてそのバフォメットはサバディオスの手をしています。つまりイエスのハンドサインとも一致します。こうして四方八方からバフォメットに繋がっていくのはイエス自身だということになります。つまりバフォメットはイエス自身だということになります。イエスが自らこのような醜悪な姿で表し、そして私たち人間に教えているのです。神を見かけで選んではいけないとです。それがイエスからのメッセージということにもなります。もう一度、このサバジオスの目に注意してください。これでバフメットの正体が皆さんにも分かっていただけたと思います。で結論ということになります。アンギャリの戦いについてウィキペディアは次のように簡単に説明しています。ダヴィンチはアンギャリの戦いで軍旗を激しく奪い合う兵士たちや軍馬の衝突を描いたと、それだけです。つまり何も分かっていないということですね。で、あのジョルジョ・バザーリはその著書、画家、彫刻家、建築家列伝においてダ・ヴィンチのアンギャリの戦いの描写の素晴らしさを称賛していると。アンギャリの戦い、まさに謎に満ち溢れていますけれども、私林宏は次のように判断しています。この絵は向かって右側と向かって左側、つまりラム族とサーペント族の戦いを
表したものであるとです。で、竜とそしてレプタリアンの像がその中に描き込まれていると。そして左上人物のはですね、1500年後のイエス自身の自画像であり、その胸にはまさにバホメットの紋章を身につけているということです。つまりバホメットイコール1500年後のイエス・キリストということになるのではないでしょうか、ということでこの動画の結論とさせていただきます。どうも最後までご覧いただきましてありがとうございました。 Bye for now.